Hello and welcome back to another video. Last time we took down the research lab. We fought Ernest and his warhounds. Then we found like two books on the desk of Joachim Quenter. And they were like notes of the cult that the cult left behind. And then Ren showed up and she was also in the notes, as was Theo. Anyway, now we're gonna see what happens next. Alright. The same day.何を考えている。ヨアヒム・ギュンター、一体どういうつもりだ。どうして自分が不利になる情報をわざわざ残したりする。確かにな。お前たち偽装の可能性はどう思う。正直この状況で偽装する意味はないと思います。全ての状況が彼を察し示し、ルバーチや議長との関係も明らかにされていますし、インの行動を見る限り、ヘイユエや共和国派の仕掛けの可能性も低いのではないかと。ま、これ見よがしに誇示してるだけじゃねえのか。あの秘書野郎の態度だってかなり言っちまった感じだったし。同感です。その2つのファイルからは自己顕示欲と合わせて何らかの狂信的なメッセージを感じました。それもおそらくキーヤについて。なるほどな。そこまでこだわらせる何かをあの子が持っているのか。バカバカしい。ただの能天気な子供でしょう。こんなことをしてまで一体何をしようって言うんです。さてな。だがこの白いファイルに彼女の写真が挟まっていたことの意味、ロイド、どう思う？はい。6年前までに行われていたいくつもの非道な儀式の数々、その締めくくりとしてキーアを利用するというメッセージかもしれません。絶対にさせません。なあ、もちろんだ。ダドリーさん、上層部の方はどうですか？間が悪いことに例の拘置所襲撃の知らせがあってな。しかも拘置所の近くにあった警察学校と訓練場も襲われたらしい。そちらへの対応で警察本部は蜂の巣をつついたようになっている。わかりました。これ以上は当てにはできません。遊撃士協会に頼んでキーヤを外国に逃がしましょう。ロイド、それは。もちろんアリオスさんかエステルたちに任せることが条件だ。リベールあたりなら安全だろうし、教団の手も届きにくいはずだ。確かにそいつが一番安全かもしれんな。だがいいのか？お前自身の手であの子を守れなくなっても。俺のこだわりやプライドなんてどうでもいいんです。みんなは反対かもしれないけど、あの子が少しでも安全なら俺はそちらの可能性にかけたい。ロイドさん。やれやれ、仕方ねえか。そのつもりなら急いだ方が良さそうだな。国際定期船の最終便は確か9時30分だったはずだ。急げば今夜中にリベールへあの子を逃がせるかもしれん。よし、ギルドに連絡しろ。アリオスあたりが戻っていたらそのまま任せればいい。ヤスなら娘とキーヤの二人、何があっても守りきれるだろう。はい。はいはい、こちら遊撃士協会クロスベル支部よ。ミシェルさん、支援課のロイドです。今よろしいですか？あら、坊やだったの。
どうしたの？うちのメンバーはまだ戻ってきてないけど。そうですか。アリオスさんがいつ戻るか分かりませんか？ああ、彼ならそろそろ戻ってくるはずだけど。なんなのあんたたち。ここはブレイサーギルド。ミシェルさん、どうしたんですか？ダメだ、通信機がやられたのか。おい、何があった？遊撃士協会が何者かに襲撃されたみたいです。通信が切れる直前に機関銃の音がしていました。まさか操られたマフィアどもか。可能性は高そうだな。いや、そのマフィアの襲撃にしてはちょっと気になることが。何？そうだ、違和感があったのは。いや、あの状況、一体何が。この音は向こうの通信機。早く出ましょう。あ、ライド、通信機が鳴ってるよ。ああ、すぐに出る。ごめんね、しずくちゃん、うるさくしちゃって。 いえ、何かあったんですか？はい、特務支援課です。あ、ロイドさん、よかった、無事につながって。その声はノエル総長か？はい、先ほどはどうも。実はロイドさんたちにお伝えすることがあるんです。ベルガード門の部隊との連絡が完全に途絶しました。なんだって？一体何があったんだ？わかりません。こちらも現在確認中で、一応そちらにも伝えるよう副司令に指示されました。わかった、情報感謝する。そうだ、こちらも伝えることがあるんだ。 Lloyd quickly informed Noel about the bicycle being assaulted. しないでギルドが。わかりました、副司令に伝えておきます。何が起きているのか分かりません。くれぐれも気をつけて。ああ、そちらこそ。警備隊方面で何があった？ベルガード門の部隊との連絡が完全に途絶したそうです。今、現状を確認中とのことでした。なんだと？一体何が？サイト。なんだ、外に何かいるのか？囲まれてる、気をつけろ。なんか集まってきてるって言ってるみたい。本当か？ひょっとして遊撃士協会を襲撃した？間違いなさそうだな。総員、脱出の準備を。ロイドとランディはキーヤと雫を連れて行け。はい。アイサー、ティオは周囲の警戒を、エリーはフォローに回れ。はい、了解しました。ダドリー、シンガリは俺とお前で持つぞ。了解です。キア、しっかり捕まっててくれ。うん。しずくちゃん、失礼させてもらうぜ。親父さんに比べりゃ頼りねえだろうが、勘弁な。そんなこと、よろしくお願いします。よし、なるべく陣形を崩さずに。な、警備隊。行くぞ、裏口から撤退する。まさか今のはベルガード門の警備隊か？ああ、見知った顔がいたぜ。まさかマフィアと同じように操られているというの？その可能性は高そうです。とにかくなんとか警察本部まで。
っちは無理か。一旦中央広場に出るぞ。なんだありゃ。先生、これはどうやらただごとではなさそうだ。ハロルドさん、あんたは家に戻りたまえ。他の人たちも早く家の中に。どうすれば。警察本部に行くならこのまま行政区に。ダメです。We have to use the back alley. Back alley time. 裏通りを抜けろ。はい。Are there enemies? No. なんや、お祭りか？変な取り合わせね。何の騒ぎだい。うるさいったらありゃしない。勝利！なんやねん、一体。さすがにきついな。ロイド、大丈夫？私、降ります。いや、大丈夫だ。こんくらい任せとけって。あら、弟くんじゃない。イリアさん、リーシャ、皆さん。へえ、可愛い子を連れてるわね。大きな犬までいるし、楽しそうな組み合わせじゃない。二人とも急いで劇場内に避難してください。すぐに連中が。何台持ち出してんだっつうの。アトラクションか何か。気合が入ってるじゃない。とにかく避難してください。おい、何をしている。警察本部に急ぐぞ。はい。わお、すごいライブ感じゃないの。よし、こうなったら私も。イリアさん、いいから避難しましょう。ちょ、リーシャ、引っ張らないでってば。君たち、どういうつもりだ。警備隊司令の命令かね。ことと次第ではただでは済まんぞ。この正気のない目は。あのシャッターは簡単には破れん。しばらく持ちこたえられるだろう。追っ手が来る。噴水前を迂回して中央広場に戻るぞ。アイサ、みんな無事でいてくれ。私の孫娘たちに一体何をするつもりか。市長、どうか落ち着いて。危険です、お下がりください。一体何があったんだ。
議長、ここは中に入った方が。バカ、どうしてこんなことに。まさか彼の仕業なのか。戻ってきたね。でも警備隊の姿はいなくなってるみたいです。うまく負けたってことか、セルゲイさん。ああ。よし、ここから先は別行動だ。お前たちは東通りを抜けてクロスベル市から脱出しろ。どうやら暴走してるのはベルガード門の警備隊のようだ。多分ソーニャの部下たちは当てにできるだろう。街道に出たらタングラン門に連絡して車両で迎えに来てもらえ。わかりました。ですが課長たちは。俺とダドリーは撹乱のためここに残る。円柱の注意を引きつけてかき回してやるつもりだ。そんな。おいおい、何無茶言ってんだ。私たち二人ならば撹乱してから撤退することなど造作もないことだ。グズグズするな。一刻の猶予もないのだぞ。ダドリーさん、行きましょう。課長、気をつけてね。ああ。ダドリー、一家のエースの実力、改めて見せてもらうぞ。そちらこそ。かつてあの二人を率いていた伝説の班長の実力。これは襲撃された跡か。お父さん。あら、あなたたち。ミシェルさん。よかった、無事だったんですね。ええ、あの後なんとか切り抜けて脱出したの。連中がいなくなってからこっそり戻ってきたんだけど、まだ連中市内にいるみたいね。ええ、行政区を中心に市内に展開しているみたいです。 Lloyd gave a brief explanation of the current situation to Michael. なるほど。市外にいた遊撃士たちもそろそろ戻ってくる頃合いよ。戻り次第フォロー回すから、このまま街道に逃げなさい。あとしずくちゃんはこのまま頼んだわよ。合点承知だ。任せてください。ミシェルさん、どうかお気をつけて。ええ、そっちもね。さすがにここまで追ってくる気配はないな。ええ、課長たちのおかげでしょうね。無事だといいんですけど。今はエイドスに祈るしかねえな。ああ、キア、しずくちゃん、大丈夫か？はい、キアも平気だよ。みんなと初めて会った時みたいだね。そうだな。あのオークションからまだ一月ちょっとかよ。ちょっと信じられませんね。さてと、このまま街道に出るとして、先にタングラム門に連絡する。なあ、頼む。つながりにくかったらノエル総長の方でもいいだろう。ええ、分かったわ。話中みたい。無理もねえ、相当混乱してんだろう。しばらく通信はつながりにくいかもしれませんね。仕方ないわ、直接ノエルさんの方に。なんだ。おい、まさか。ルバージェ、
病院を襲撃したのとは別動隊みたいですね。300人近い大所帯だ。他にもいるとは思ったが、ここは突破するしか道はなさそうね。キア、しずくちゃん、できるだけ下がっててくれ。So many? なんとか切り抜けたか。みんな、このまま街道に。Are you fucking kidding me, bro? Somebody save us, please. さすがにあれは無理だな。仕方ねえ。一度町に戻って、旧市街あたりにでも。Jump in the water. そんな絶対絶命ってやつか。 Jump in the water. お父さん。なんとかこの子たちだけでも。あれは車がもう一台。Who the hell is this? このリムジンはディーター総裁の。さあ、早くお乗りなさい、ベル。マリアベルさん。話は後だ。とにかく乗りたまえ。はい。キア、乗り込むぞ。うん。しずくちゃん、捕まれ。ルバーチェのみならず、警備隊までもか。なんというか、とんでもない状況ですわね。ええ、正直、悪夢を見ている気分です。ところで、おじさまたちはどうしてあんなタイミングで。ああ、共和国での商談があって、その帰りだったんだが、タングラム門を越えたあたりで、マフィアたちの襲撃を受けてね。なんとか振り切って町にたどり着いたら、君たちが襲われていたというわけさ。そうだったんですか。いやしかしマジで助かったっすよ。この車、もしかして防弾っすか。ああ、特注品でね。ガラスも防弾だから簡単には破れないはずさ。ラインフォルト社製の最新の防弾リムジンですね。なるほどね。Reinford Company, eh? Fucking
What's her name? What's her name? I can't believe I just forgot her name. Alyssa. Fucking Alyssa. What's her mom's name? What is her mom's name again? Raina? I don't know, something like that. でも、さすがに砲撃までは耐えられないでしょうし。お父様、このまま IBC に戻っては。ああ、そのつもりだよ。彼らも疲れているだろうから、ゆっくりと休んでもらおう。そんな、これ以上ご迷惑をおかけするわけには。その、お気持ちはとても嬉しいのですけど。エリー、水臭いことを言わないでちょうだい。IBC のゲートは特殊合金製だ。簡単に破られることはないだろう。それに、IBC 総裁として、クロスベルの治安については無関心でいられない。できれば、詳しい事情を君たちから聞かせてほしいんだ。ディーターおじ様。わかりました。ご迷惑をおかけします。決まりですわね。二人とも、なんだか眠そうだな。キーヤ眠くないよ。大丈夫です。無理もないわ。もう10時近くだし。あれだけの修羅場に付き合わせちまったからな。IBC に着いたらベッドを用意しておきましょう。よし、そうと決まればせいぜい飛ばすとしようか。Same day, 10 p.m. That's adorable. お父様、現状で判明していることは確証があるわけではありません。いずれきちんとした証拠を揃える必要があると思いますが。ああ、君たちの立場ならそうだろう。だが私は今大きな失望感を感じている。その教団の残党とやらの罪深さはもちろんだが、そんな連中につけ込まれ、ここまでの事態を引き起こした愚か者たちには心底呆れ果てたよ。はい。私とてクロスベルの状況が難しいものであるのは分かっている。ルバーチェのような存在や議員や役人たちの腐敗についてもある程度は仕方ないと諦めていたが、どうやら私はとんだ愚か者だったようだ。おじさま。そうですわね。 IBC は少なからずクロスベルの政界に影響力がある。お父様は今まであえて中立であろうとしていましたけど。その怠惰が今回の事態を引き起こす一因にもなったようだ。すまない、お詫びのしようもないくらいだ。そんな。いや、さすがにそれは気にしすぎじゃないですか。実際権限や責任があるわけでもないですし。いや、時の政権に対して財界がある程度働きかけるのは本来は常識的なことだろう。それ以前に私にもクロスベルを愛する市民の一人という自負があったはずだ。だが忙しさにかまけ、その愛嬌心も薄れていたらしい。それは私たち市民一人一人がそうだったと思います。ああ、いずれにせよここで愚痴っていても仕方ない。この事態を解決するために我が IBC は総力を持って君たちに協力させてもらおう。総裁、ありがとうございます。とても心強いです。と言ってもこの状況はいかんともしがたいですわね。警察本部やタングラム門とも連絡が途絶しているのだったかしら。はい、何度か連絡してみたんですが、何らかの理由で通信妨害がかかっているようです。
動力ネットワークによる連絡を試すことはできないんでしょうか。どうやら何者かによってジオフロントの動力ケーブルが遮断されているらしいですわね。なんとか迂回ルートを確保すれば通信網を回復できると思いますが。ならば技術部のスタッフに最優先でやらせたまえ。警察本部、タングラム門、遊撃士協会との連絡はもちろんだが、市内の各端末との連絡も取れればさらに状況もつかめるようになるだろう。わかりましたわ。そしてもう一つの心配はキーヤ君か。はい。操られた警備隊が俺たちを執拗に追った目的はキーヤの可能性が高いと思います。実際俺たちに発砲した時はほとんど威嚇射撃だったしな。一方しんがりの課長たちには容赦なく撃ってきてたみてえだ。キーヤを決して傷つけずに身柄を奪い取れ、そんな風に操られているのかもしれませんね。まあ、あれだけ可愛かったらさらいたくなる気持ちもわかりますけど。ヨアヒムと言ったかしら。ずいぶん不気味な男みたいですわね。いや、正直彼が何を考えているのかはっきりとしたことはわからないんです。何のためにキーヤが必要なのか。白いファイルの最後にあった写真がどこで撮ったものなのか。そもそもキーヤちゃんがどうしてあのオークションの場にいたのか、それすら分かっていないの。あの子の記憶が戻っていたら手がかりになったんでしょうけど。なるほど、歯がゆいですわね。いずれにせよこれだけの事態を引き起こしたと思われる人物だ。恐ろしく危険な男であるのは間違いないと思った方がいいだろう。君たちをこのビルにかくまったのは簡単には特定できないだろうが、万が一のことはあり得る。覚悟だけはした方が良さそうだ。はい、そうっすね。各所との連絡などは引き続き IBC のスタッフにやらせておく。キーヤ君たちも休んだことだし、君たちも少し休憩したまえ。それともベッドを用意しようか。いや、それは遠慮しておきます。それよりこのビルの中で補給できる場所はないですか。少々装備が心もとなくて。確かにさっきはいきなり襲撃されたからな。それなら1階のカウンターで各種のサービスが受けられるよう取り計らっておこう。各メーカーの支社もあるので武器の融通も効くかもしれない。エプスタイン財団も入ってますから攻防機能も使えるでしょうし、緊急時の備えもしていますから食料なども融通できるはずですわ。なるほど、確かに何でも揃いそうな勢いですね。いや、さすがは天下の IBC ビルだぜ。ご配慮感謝します。それでは少しの間休憩させていただきます。 Alright, your party has temporarily disbanded. Speaking with the first floor receptionist will allow you to use the functions of every shop. Furthermore, you may still change equipment and quartz for the other members of the SSS. Alright.よく寝てるみたいだな。無理もないか。あれだけの大立ち回りだったし。Those are some creepy dolls on the fucking counter right there. ライド、どこ？エリー、ティオン、ダンディ、暗いよ。どこに行ったの？キア。Lloyd gently caressed Kia's head. 大丈夫。絶対に俺たちが守るから。だからキア、安心してくれ。今まで自分たちのことだけで精一杯だったけど、やっと
分かった気がする。何のためにクロスベルに戻って捜査官を目指したのか。兄貴も同じだったのかな。Oh, thank Adios, they're safe and sound. I'm so glad we were able to protect them. It's an exquisite doll that exhibits lifelike features. It's an exquisite doll that exhibits lifelike features. It's a fucking pot. I'm guessing you've decided to help them with restore the Orbital network to you. Yes, but I am working on a few more things. Oh, like what? I'm currently trying to contact Yona. Yona has placed backdoors in various terminals across the city to simplify the hacking process. As long as we have access to the terminals, we should be able to reach him, and he can inform us of the situation. Seriously? What about contacting outside sources? I'm still working on that issue. Since the situation has become dire, I'll have Yona repay every last bit of debt he owes me. Alright. Leave the Orbital network to me and my crew. My analysis shows that the device was attached to the network cable that sends out waves of interference. But that's no mess for this talented team. Give us a few hours and the Orbital network will be chugging along like new again. Good stuff, good stuff, good stuff. Hey there, one heck of a situation we've got on our hands, eh? The owner of that factory downtown. What brought you here today, sir? I had to drag my old Keister down to the foundation branch here for some business. Old Roberts and I were deep in discussion over a new idea he had for an invention, but I hadn't realized how late it had gotten. Gotta say, never in all my years did I expect something this nutty to happen. I'm sorry, sir. This wouldn't have happened if not for us. Relax, kid. No one's blaming you. And besides, I'm pretty sure this old geezer can help you with this pickle we found ourselves in. You can count on me. Got a whole workshop set up for you. From orbital modification to weapon reinforcement, you bet you can count on me for all your needs. Thank you, sir. We'll definitely take you up on that offer. Yeah. In addition to our equipment, we should take a look at how our armaments are doing, too. After all, we have no way of knowing what's going to happen next. By talking to Guglielmi and selecting Customize, a list of possible upgrades will be displayed. If you have the necessary materials, you can create it. Weapons and armor made by customizing are stronger, cannot be bought at weapon shops, and special effects may be added. Monsters may drop the necessary materials. I don't have much money, do I? I have 1 grand. That's it. $1,000. Let's not do an evade, let's do an HP3, why not? Let's do an evade on her.
This is not good. Evade 3, let's put blind right here then. Blind is good. Let's put this right here. Let's put an attack 3 on there. Yes, like this. Alright. What are things looking like outside, Randy? All clear for now. But damn, that limo could really move. We totally gave those guys the slip. For sure, we've got Zeit with us now, so we should be okay for the time being. Woof. Though everything is going this well gives me a bad feeling. Wouldn't be surprised if we ran into another twist or two in the near future. Make sure you restock on supplies at the very least. Got it, Lloyd? Got it. Ah, Detective Bannings. I've already heard everything from Mr. Croy. Today sure hasn't been the best, has it? It's our fault that everyone here was put in danger, I'm sorry. No, no, please don't worry about us. Special support section or not, Mr. Croy would have never let this kind of situation go unchecked. Please allow us to help you in any way we can. I can't. I don't have any money. I simply don't have any money now. It's horrifying to think that half of the Guardian Force has been brainwashed. But I'm sure we'll make it out alright. This is the famous IBC. Something small like this wouldn't bring us to our knees. You're right, we'll make it through this. Talk about a lucky break. We're able to take shelter in what is most likely the most secure facility in all of Crossbow. We should get all of our equipment in order while things are relatively calm. Alright, well, I'm thinking the next thing we do is move the story along, so we're gonna do that in the next video. Thanks for watching, see you later.